マックス、あ、のんちゃん来た。のんちゃん来た。あ、手が食べられてる。熊本寒い。寒いけど最高気温は18度。お前もう、お前もう、おおおおおおのんとね、マックス。あ、マックシュ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 、あ、のんちゃん。え、これ何、これ何、これ何、これ、あ、すごい。こんにちは、こんばんは、田中美久です。田中美久です。どうもマックスです。マックスです。お、マックスが荒ぶってます。いいぞマックス、お、いいぞマックス。そしてのんちゃん、お、マックスいいぞ。そっから私だ、わー、あれ。おお、いいね、激しいマックス、マックスかっこいいね。いいよマックス、いいよマックス。もうボロボロやんか。ボロボロやんか、ラーメンボロボロやん。いいよマックス、もっとだよ。いいよ、いけいけ。あ、のんちゃん、いいよいいよ。あ、取り合い1個になっちゃった。あ、いいの譲っちゃって。譲っちゃダメだよね。あ、どっちが取るの、どっち。あ、のんちゃん取られの、あ、マックスが怒ってるよ、のんちゃん。あ、のんちゃん、あ、マックス取られちゃったね、取られちゃったね。あ、マックスも、おい、取りに行く、マックスも取りに行く。そしてパパが投げて、今ここに戻ってきて、マックスが、あ、のんちゃんが取りに来た、のんちゃんが取りに来た。あ、じゃあマックスが、どっちが取るか、どっちが取るか、さあ出してね、のんちゃん、あ、のんちゃんが取った。マックスかわいそうにね。あ、マックスが怒った。慰めてほしいと、慰めてほしいって言っている。マックスが歯向かいに行く。さあ勝つのだろうか。マックヒュートン、あんたいつも弱いね。いつもね、マックスはのんちゃんにおもちゃを取られてヒン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 泣いてます。マックスゴー、行け、取り返してこい。そうなんです、のんちゃんがね、いつもね取るんですよ。ほらもうね、マックスは今、あ、起きた、果たしてここに来た。さあどっちが来るんでしょうか。みんな探している、ここにあることを知らずにみんな探している。さあ第一、のんちゃん、のんちゃんが来た。尻尾フリフリ、尻尾フリフリ、これまでにない尻尾フリフリで上からマックスを見下す。上からマックスを見下す。足が短いマックスはソファーの上に上がれない。果たしてどうなるこの戦い。のんちゃん見せびらかす。とても性格が悪い。マックスは吠えることしかできない。なぜなら足が短すぎるから。のんちゃん見せびらかす。そしてここで田中選手、
それを出したイエーイ。ボロボロ私に勝てることはできない。なぜなら私が強いからだ。うわのんちゃんは強い。のんちゃんは強い。見下す。マックスに見下す。わざとソファーの上で落としてあげる。おいでおいでマックス、おいで。来れないね。足が短くて来れない、ね。ワンワンワン。ガチ激しすぎ。いやそうなんですよ本当に。マックシュくん、マックシュくん弱いよ。マックシュくん、あ、パパが階段を持ってきてくれた。パパが階段を持ってきた。そのおかげでマックスくんは今ソファーの上。果たしてどっちがのんちゃんは新しく買ったんですよ。まあまあね。果たして、お、マックスいいぞ。いけいけマックスいけ。なかなかの戦いだ。さあどっちが、あ、のんちゃん諦めモード。のんちゃんは急に諦めモード。お、マックスいいぞ。振り回してかっこいいぞマックス。いいぞ。のんちゃんどうすることもできない。パパに助けを求める。マックス、私のお尻の近くでフリフリする。マックス、ちなみにシャラシャラで可愛いわね。あんたたち可愛いわね、うん、マックスストレスがだいぶ溜まっているようだ。マックス穴掘りマックス。のんちゃんどうしたいの。のんちゃん、のんちゃん、のんちゃん、みーちゃんはのんちゃんにあげないよ、うん、みーちゃんにお願いしてもダメだよ。のんちゃんあざといのんちゃん、どこまでもあざといのんちゃん。マックシュ、おお、どっちが取るのか。のんちゃん大きくなりました。はい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 、回収って回収って言って、マックシュ、こらこら、ちょっとま、マー君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 、違う、のんちゃんじゃない。のんちゃんもマー君から取り上げてきて。よし。こら。よし。はい。ふぅ。ひともん着つきました。ゴシゴシ。もう画質が良くなりましたね。画面が汚かったでしょう。お久しぶりです。田中美久です。熊本のでロケしてたので、そのまま実家に帰ってきました。みんな何歳になった？だって。イブ今何歳だ？イブは17歳。イブ17歳。人間の年で言うと90歳です。人間の年。まあ、犬がもし人間だとしたら90歳ぐらい。マックスは、あ、マックスこの子なんだけど、マックスは2歳です。人間の年だと何歳なんだろう。21とか。あ、じゃあ結構ね、あれだ、思春期だね今ね。あ、お手じゃないよ、お手って言ってんの。かわいいね、マックシュくんは。バーンバーンバーン、マックシュくんバーン、コロコロコロ。あ、のんちゃん来た。のんちゃん、のんちゃん、襲うの襲うの襲うの。喧嘩するな、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 絶対喧嘩すんな。うん、のんちゃんは何歳？1歳。1歳か。のんちゃん1歳なんにゃんにゃん。あ、分かった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 。激しいです。黒黒いね。私も4匹目のワンちゃんみたいな感じで黒いね。うん、すごいね、まとわりついてくるのね、犬たちが。うん、すごいね、まとわり踏んづけられてまとわりついて。そのんちゃん元気なんですよ。どうしたどうした、うなぎみたい、カワウソみたいなんです。かわいいでしょ。なんよこう、おてて、ああああ、こら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 、
騒がしすぎて笑う。ツヤツヤなんですよ。いやいや、もうなんか遊んでるって思ってるのかな。私は嫌がってるんですけどね。毛並みいいですよね。めっちゃ痛い、サラサラなんですよね。マックスが嫉妬してますね。ここで可愛いです。マックス、マックス君可愛いよ。でものんちゃんが嫉妬するんです。本当に。はい、こんな感じで騒がしい田中家です。はい、イブは向こうの部屋でベッドにいます。はい、可愛い、じゃれ合って、可愛くない、じゃれ合ってる。仲いい時もあるんですよ。可愛いでしょ、可愛い、可愛い。なになに、どうしたどうした、可愛い、可愛い、はは、可愛い、可愛い。どうした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 。え、減ってるの、減ってるの、減ってる、だよ。性格悪。ミクも蹴られる。ミクも、え、どうやって蹴るの？ほら、ちょん、あ、ミク蹴ってんじゃん。ちょんちょんって。え？知らん方して蹴って。え、私蹴られてたの？のんちゃんに。え、そう。私今のんちゃんに蹴られてたらしい。え、なんで？可愛い。なんか落ち着いてんだけど。マックス。ちょっとハゲ、ちょっとハゲてる。可愛い。大人になりましたよね、こう見たら。マックスね、落ち着いたくない、こう見るとね。前の配信と比べてやっぱのんちゃんという妹ができたからやっぱね、落ち着きました。マックスは、うん、可愛いです。手に収まってる。スポリファイ、うん、おお、よし、おとなしくなったよね。ミクリンを劇場公演で見たくなってきた。しばらく劇場公演ないんですけど、あの声出しも OK になったしとなったんで、ぜひ来てくださいよ。かわいい。マックスお兄ちゃんなったよね、赤ちゃんね。来たな、これ犬が絶対ホジホジした。うん、かわいいね。うん、かわいいね。バー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 かわいい。あ、のんちゃん来た、のんちゃん来た、のんちゃん来た。いつも邪魔してから。そう、愛犬に会うの結構久々で、そう、犬アレルギーがねちょいちょい出ちゃうんですけど、でも今はまだわりかしまだマシ。お風呂とか入ったら治ったりもするし、まだ意外とマシですけどね。うん、お、そうです。これワンワンのね、ご飯、おやつ？ど、お座り？お座りが普通のお座りじゃないの。誰が誰が？のんちゃん。のんちゃんが？うん、でもマックスがいるからできないんだよね。もう一回やってみよう。ちょちょちょ。普通のお座りじゃない、のんちゃんのお座りが。そう、そんな、さすがにね。のんちゃんお座り、のんちゃんお座り。ちょっと待って、全然画角見えてない。パパパパパパ手伝って、うん、パパここね、こうちょっと待って、でここら辺に、そうそう、そこ、ありがとう。待って、のんちゃん待て、お座り、お座り、お座りじゃない、これ違う違う、お座り、お座り、のんちゃんお座りだよ。なに、のんちゃんお座りして、のんちゃんお座り、のんちゃん、あれのんちゃん、あれのんちゃん、あれのんちゃん、お座り、のんちゃんお座りだよ、のんちゃんお座りだよ、のんちゃん、立ってるのんちゃん。これがお座りなの、のんちゃん。
おもろ、なにそれ、パパちょうだい1個。え、パパパパこっちでさ、ここにのんちゃん来てさ、パパやってみてよ。のんおいで、のんのんダメだ、パパが持ってるからパパの行く。あ、のんおいで、待て待て、のんはい、のんお座り。これのんのお座り、のんお座り、のんお座り、のんお座り。立っててくそ。のんのお座り、のん待てお座り、のんお座り、お座り待て。お座り待て。よし。何やって覚えた。おかしいやろこれ。めちゃくちゃ立ってるやん。はいはいはい。座ってるのちゃんと。座ってんのこれ。こうやって座ってるらしい。のののじゃあお座り、お座り。え、待って、なんで田中家ってこんな変なの。どっからこんな変な色買ってきた。癖強すぎだろ、マックスといいのんちゃんといいも。ねえみんなキャラ濃いんだけど本当に。ねえもうやなんだけど、どうしてこうなったか、こっちのセリフ。いやミクも田中家だけど、実家で、実家でしょ、だって本当に面白いんだけど。やばいね、面白すぎ。でもなんか自由気ままに育っててよかった。なんかのんちゃん鼻伸びたね、レディーになってるよ、なんかアメリカンって感じするね。これがね、グラビアもやりそうだなって言われてるよ。うふーんって、これこれし、これ見てみて、ほら、お、これこれこれ、お、すごい、見て、恥ずかしい、なんでって、なんでしゅって、見て見て、こここ、これ見て、これ見て、これ見て、これ恥ずかしいんだって。恥ずかしいね、そんなね、あう、恥ずかしいみたい、あう、あう。恥ずかしいね、恥ずかしいね。グラ、アンケートに書いとくか、やめなさい。やめなさい、やめなさい。こうやって面白い。あー、分かった分かった、うーん、チュんちょ、え、のんちゃんの名前の由来は確かに。ノンイノっていうユーチューバーがいて、あの、好きなんだけど、からのんちゃん、そっくりだ。誰がつけたん？お母さん？ノンイノっていうユーチューバー。ノンイノ？ええ、かわいいの、のんちゃんにそっくりだ。ノンイノっていうユーチューブ、ブがあって、そこにのんちゃんとそっくりなのんちゃんがいて、うん、そっから、そこのファンだから。そこにのんちゃんにそっくりなファンがいて、そのファンだから、のんちゃんがいて、のんちゃんがいて、そこから、そこから、え、そ、まんま拾ってきたん。そう、同じ顔だから。え、え、なんかちょっともうちょっと工夫して、なんかそのオリジナリティを出して、あの、つけるとかじゃなくて、まんまその名前拾ってきたん。日本の名前をつけたかったの。日本の名前わかるけど、もうちょっとあるじゃん、なんかそのの、ん、のん、のん、のんたとかさ、なんかある。一回見て、うん、携帯一端末しかないんやわ。うん、なるほどね、らしいよ。マックスはお父さんがつけたんだよね。なんで、どういう由来。あ、喋っちゃダメだよ、バンされるから。ちょっと何か実際はそうやっても分からんのよ。え、なに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 、これ の似てないよ、全然似てないよ。え、なマックスの名前の由来は、クリスイブ、あ、クリスマスイブ、イブで、そっか、クリスとイブがいて、その中の間を取ってますね、マックス。
へー、全然映らないんだけど。違う違う、映したらダメだよ。いや違う、今見てんだけど。え、全然似てないよ、体つきから。色だけじゃん。同じじゃん。見せてごらん、ここだけ見せてごらん。え、全然似てないよ。イブの方が似てるよ。え、全然似てないよね。色だけだし。ダメだ、全然反射して無理だわ。全然似てないよ、ね、コットン。喋らずに言えって、娘の無茶ぶりがエグすぎるんよ、だって。パパかわいい。お顔似てないよね。色味似てるけどね、ほんと。かわいい。誰？君。どっち？おい、君はのんちゃんだな。かわいいね、かわいい顔してる。私もそれに気づいた。うん、何？お、すごい。え、確かにこれなんだろう。確かにね、ショールーム久々。タツカズさん、いつもありがとう。 TikTok でもさ、上位にいるでしょ、いつもありがとう。ね、1位の子田中美久、確かに何なんだろうね。なんかもらえる系じゃない？なんかギフトをな、どっかで投げたらどっかでもらってくるみたいな。欲しい。もらいに行ったら、お母さん。え、どうやってもらったんですか、辰和さん、それ。あ、涙袋のラメ可愛いね。だって可愛いよね、これ。 3C のラメだよ。最近ミクがテレビ出演増えて嬉しい。え、ね、ほんと嬉しい。グラビア頑張ってよかったなって思う。なんかさすがにグラビアとかやってたりとかさ、なんか SNS のフォロワー上がったりしないとテレビ出れないと思うしさ、知ってもらえないと思うからさ、ほんと嬉しいです。ありがたいですよ。なにこれ、タツカズさん、なんかコメント来てるかな。なんかたね、すごいよね。もらえるやつだろうかって、なんなんだろうね。 AKB のキャンペーンでだって。なんだそれ。え、そんなんあるんや。へえ。テレビ広告の画像いろんなところに載せてくれてるけど、もう録画できるやつは言った。ありがとう、嬉しいよ。いうの作ってくれるのありがたい。お話し会とかさ、握手会とかのもさ、すごいやってくれるでしょ。ほんとありがたいです。みくりんのインスタの写真お気に入りがいい。嬉しい。結構厳選して載せてるからね。一眼で撮ったりするのがほとんどだったりとか、まあ、その自分のもう映えてないと載せんけんね。まあ、なんかプライベートの写真とか少ないと思う、なんか。自分はなこさんだった。あ、ってことはなんかそのランダムでゲットできるから誰かわかんないんだ。辰和くんすごくない？ミクだったってこと？それともミクが出るまでやったみたいな？すごくないですか？すごい。だってめちゃめちゃ緩くない？ AKB48 ランダムだったら超緩くない？運命？何？どういうこと？すごくない？しばらく熊本にいるの。いや、もう明日の朝一にはもう福岡でお仕事です。そうなんですよ。だから寝坊しないように熊本も熊本で楽しむけど、まあ寝坊しないように。通宅でさ、久々だね。ありがとう、みんな来てくれて。違うメンバーの俺は肉愛が足りなかったか。運が足りなかったんじゃない、ただ単に。本当に。おお、ママ大丈夫。足打ったんやんな、今な、絶対痛いやんな。ベトナムでナッピの写真いっぱい撮ってます。撮ってたし、ナッピ以外のメンバーのめっちゃ撮りました。と、可愛い子撮るの大好きだからさ、なんかそう、みんながやった漏れてるとかさ、ありがとうございますって言ってくれるのがすごい嬉しいし、なんか自分もなんかその可愛く撮ってもらった時すっごい嬉しいから、その気持ちが分かる分やっぱ撮りたくなっちゃうよね。カメラ撮るの好き。ほんとそう、撮るのなんかその自分がたくさん撮ってもらう機会が多いから、ここもちょっとこうして撮ってほしいなっていうのが、やっぱその人その人にしか分からないのがあるかもしれんけど、まあ、自分なりにここもちょっとこうしたいなっていうところはそのメンバーにやったりするからさ、すごい好評で嬉しいです、今週の話し会の振り返り、あ、振り返り、ありがとう。そう、エミリーとかな、なんかね、そう、振り返りなのよ。ありがとう。
ありがとうありがとう。ダゴってどういう意味？すごくすごくっていう意味。ダゴダゴ嬉しかとか言うよね。ダゴ嬉しかとかすごく嬉しい。ダゴダゴあんま使わんけど、まあ、ダゴなんて言うかな、なんかニャーとかだよね。ニャーってそんなんニャーって、でもちょっとヤンキーっぽくない？なんかね、どういう意味か聞いて。ニャーってニャーってってどういう意味だと思いますか？ニャーってミクニャンだって。ミクキモ。ミクニャンだって。ミクは狂犬やん。け狂犬って言われた。マックスより？ん、気にならない。え、マックスの方がやばい。ミク噛みついてくるもん。え、噛みつかんけん、どういうことやねん。ちょっとどういうこと。腕に噛みついてくるもん。え、噛みつかんよ。噛みつくよ。え、嘘。にゃーってヤンキーっぽいって感覚がわからんすぎる。え、ヤンキーっぽくない？うん、そんなことない。わかった。にゃーってっていう、にゃーってっていう意味みんなわかった？うん、嬉しいとかだって。かわいい違う、かわいい違うだって。にゃーっては言う。あ、だご汁ってありますわね。あります、ありますよ。にゃーってはみんな分かったかな。みくにゃんかわいすぎませんか。え、優しいみくたん、ありがとう。ね、ムック版届くの早いよね。すんにゃーって、なんとかなんとかすんにゃーってって書いてある。なんとかなんとかすんにゃーってって書いてある。すぎゃんとにゃーって。え、すぎゃんとにゃーって。え、すぎゃんとにゃーって使いよって。すぎゃんとなにゃーって、うつかよった。嘘。すぎゃんとにゃーって。すぎゃんとにゃーって。え、嘘、マジマジで使いよった、うん、あるわけないってこと。そんなのない。あー、へえ。うっしゃーっては。んねえ、しゃーとかヤンキーさんが入ったし。あ、そうなんだ。うっしゃーってとか。え、そんなんにゃーって。言うか、そんなんないってって言うけどな。やっぱなんか変わってしまったな、うち。染まってしまったな。そんな、その言い方は良くない。だって、でも、だって熊本にずっとったらなるけどね。ビジネス熊本か。やめろ。やめろ、今日熊本の仕事をしてきたばかりなんよ。やめろ、そういうこと言うの。こら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 、もうどうにかして、どうにかして、どうにかして、どうにか、うわー、生まれたー、バー。いやー、私のことが好きなんかな、好きなんかな。どうすればいいんや。お地蔵さんになります。蹴られるよ。蹴られるって何？こうして。こう？こうして？どういうこと？ここら辺をツン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 切り返してくれ。マジ？性格悪いじゃん。分かった。ツン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 。待って待って、マックスも来たからもう。マックスも蹴るんじゃない。ない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 。何が何が。何が。ダメだ。どうした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 。確かに蹴られてる、蹴られてるわこれ。蹴ってるわ、蹴ってるわ、蹴ってるわ、蹴ってるわ。あんた蹴り癖あるのね。うん、蹴り癖があるみたい。むせてる、むせてて可愛い。ねえ、呼び出しなんて、にゃーに、にゃーに。マックスはマジでおとなしくなった。そうなんよね、マックス本当におとなしくなりました。逃亡していい？田舎やし。ダメ？いや、逃亡したら愛犬がどういう反応をするかっていう。聞いてみれば。逃亡してみていい？逃亡したら愛犬がどうなるかっていう。どうぞだって。見られないようにしないといけない。
ちょ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 。もうしないからごめんなさい。痛い痛い、髪の毛噛まれてる。ごめんなさい。パパ助けて。パパパパ、ひどい。敵判定された。やばいやばいやばい、敵判定されてる。敵判定された。やばいやばいやばい、噛まれてる噛まれてる噛まれてる。ミクだもん。結果は襲われるでした。うん、もう本当に可愛い、見て。で可愛いんだけど、可愛い、寝てる。可愛いでしょ。二度とするな、だって。はい、なになまさん、二度としまし、二度としません。はい、ホリケンさんの次に。確かに。ホリケンさん優しかった。めっちゃ優しかった。なんかあれ以降、そのゴボテン以降めっちゃ怖いっていう印象があったんやけど、会ってお話ししたらめちゃめちゃ優しくって、でなんかなんか心は小児みたいな。はあ。いやじゃあなんかね、ロケ一緒にしとってさ、なんかなんて言うんやろ、無邪気、なん天真爛漫、なんて言うんだろう、なんて言うんだろうな、なんかすごい。覚えてたの？ん？覚えてたの？覚えててくれてた。ああ、あの泣いた子かって。泣いた子、大きくなったねって言われて。そうそうそう。まあ、あと放送見てくださいって感じだけど、うん、楽しかったです。ロケ、ロケ楽しいし、楽しかったです本当にね。本舗本舗、本当に覚えてたか知らんけど、でも覚えてくれてました。大きくなったねって。うん、楽しかったです。でもなんかその予測できないから、そのロケしててホリケンさんが本当になんかもう、なんかその何をするか予測ができないというか。なになになに、失礼よそれ。違う、失礼ですか、本当ですか。え、でもなんかそうじゃないですか。お、本当に予測できないんですよ、その なんかその、そうで、そのホリケンさんもそうですね、なんかそのが何をするか予測できないから、もうなんかそのどうすればいいのか、そう私わかんないから、その私も予測できないんよ。だから予測できないペアと予測できないペアが合体したらもうどうなるか分かりますよねっていうことで、オンエア楽しみにしてください。はい。僕もうすぐ誕生日だよ。誕生日なんだよ。え、おめでとうございます。おう、そしてね、おめでとうだね。おめでとう、いつもありがとうね、本当におめでとうだね。いいね、おめでとうだ。スタッフさん大変そう。めっちゃおもろかった本当に。マックは本当にミーガのことが好きなんだなって感じるね。こんなに、あ、よしよし、可愛すぎる。多分一目惚れだったんだろうなと思って。ミクのこと、うん、ミクが可愛すぎるからよ。ごめんね、ミクは可愛すぎて。ただ若いだけだと思ってた、ね、喧嘩する。久々熊本帰ってきたけど喧嘩するか今から。怖い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 、怖いのそっちやで、うん、やっぱさ、年寄りには興味ないんやんな、やっぱな。炎上するよ、ほら。ああ、ひどい。ほら炎上するよ。ああ、違う、お母さんが最初に言ったの。ほら炎上するよ。ああ、そうやってさ、40代の方はね、炎上するよ。違う違う違う、そう。ああ、中澤くんやね、マー君ね。40代年寄りなんだ、炎上しろ。違うよね。最悪。すご
があげました。もうお父さんも笑ってるだけじゃなくて、なんとか言って、お母さんいつもこうなんだよ。ひどくない？そうやってさ、なんかさ、仲良くってきたよ。仲良くできるか。秘宝田中美久40代を年寄るよ。ねえ、本当にやめてそれ。本当に嫌なんだけど。本当に嫌だ。でまたスタッフさんに怒られて、無言でさ、スクショ送られてくるんでしょ。それが一番怖いよね。本当にうち開けへんから LINE 無言でスクショ送られてきて LINE 開けへんわなんて言えばいいか分からへんもん。もう向こうも過ぎたことやし、ごめんなさいですし、うん。あと20年でディアリーの時世で、そうだね。え、待って、私とお母さんってさ20歳ぐらいしか変わらないんだね。友達じゃん。え、絶対君とは友達になりたくない。私が可愛すぎてお母さんの可愛さが薄れてしまうから。お母さんいくつだって？40代。だるま投げました、抱きつきたいですってコメント来た。なんだるま？え、だるま、うん、だるまっていうギフト投げてくれたんじゃない？大変なこと言ってなかった。自信暗鬼すぎ。疑心暗鬼、ね、若いだって。自信暗鬼、疑心ね、疑心暗鬼。へー、若いって言われとる場合？言われとる場合だって。熊本弁出た。やっぱみーは熊本なんや。ふん。パパリンは結構年ミクちゃんと離れてる。いや、ママと同じぐらいでしょ。だってパパリンもね、前 50, だな、50になったばっかりでしょ。おめでとうパパ。熊本弁で自己紹介お願いします。おっしゃーす。 HKT48 の田中ミクです。タイギャ頑張るけん応援してくれたら嬉しかばいみたいな。エス熊本やな、ビジネス考えらしい。ひどいってひどいって、やって分からんもん。てかなんか小6でさ転校したけん熊本弁行ってくださいとか言われてもできんのよね、本当に。うん、ダゴ好きばいとか言わへんもんね。言わんよね。ダゴと言ってる、ね、ダゴ好きばい、ダゴキチー、まあ、ダゴキチーみたいな。あー、ダゴキチーだって。モッコスってどういう意味？ヒガモッコス、マッコスマッコス、ヒガマッカスって。頑固？え、頑固？ヒゴは何？ヒゴは熊本。モッコスっていう？熊本の人が頑固者。じゃあもう本当私が本当私モッコスみたいな。言わないね。言わんよね。へえ。ゴワスっていう言うわけないたい。私が韓国の方にね、なんかその日本語ではあのなんとかゴワスって言うんですよって言ったんですよ。覚えてた、すごいね。見て、可愛くない？疲れたらもうすぐ寝ちゃった愛犬。手舐めてる。なんかクッキーくれた。ホワイトデイありがとう。これはだいぶビジネスコモドだね。あー、違いますよ、熊本大好き大好き。だってこのお水も多分熊本でしょ。うん、あのこのお水も多分熊本だしね。キリンってめちゃくちゃ書いてあるけど。いいのよ、熊本ってことにしとこ、うん、熊本好きよ、うん、ダゴモッコスでごわす。おもろい。めっちゃ初訪問の人来た来た、ありがとうございます。適当で草草。熊本のいいとこ2個教えて。2個ですか？水がめちゃめちゃ美味しいんですよ、本当に。あの水道水飲めるんですよ。だから私福岡に来た時にその水を買うっていうことが今までなくって、その熊本に住んでた時っていうか、まあ、生まれ熊本だからの時は本当水道水で水飲んでたし、まあ、学校の蛇口で水飲んでたりとか、なんかそういう感じだったんですけど、
福岡とかに行ってから水をみんな買っててえって思って、そう、そっからはあ、熊本がその水がめちゃめちゃ綺麗なんだっていう魅力に気づいた。で、あともう一つはなんだろうな、なんかでも馴染みがいいっていうのも私が熊本だからっていうね感じかもしれないけど、中学高校来たから、え、中学とか高校来たから熊本あるある、え、待って、うちめそれめっちゃ聞かれる。熊本のなんかスタッフさんとかになんかおるっちゃんね、普通になんか福岡とか、そうそう福岡とかなんか東京のお会いするスタッフさんとかに熊本出身ですって言ったら、え、どこ中だったんとか、どこ中、そう、なんでなんやろね、あの仲間意識っていうかそういうのが強い。あ、確かに福岡とか全然聞かないわ、ないもん、ね、全然ない、ないないない、そんなんない、どこ中だったとかどこ小、そうやって熊本が狭いからかな、熊本市って言ってもで、なんか水前寺、え、な、違う、水前寺じゃないの、だってさ、熊本全部がそうってわけじゃなくない、きっと市内はそうだよと、まあ、市内はそうだけど、なんで中学聞き寄るんだって、多分地元が一緒とか、そう、あ、地元が一緒的な、なんとかって知ってるみたいな、行ったらわかるんだって、どこ中って言ったらわかる、わかる、わかる、わかるって、え、確かに私もわかるもん、なんとなく、ここどこ中、どこ中って言ったら悪かったねとか、あー、ありますよね、昔ありますよねって言っちゃった、昔のノリね、今でもあるけど、確かにそこは熊本かもしれん、なんか熊本やな、確かに、そう、気づかんかったけど確かにそれはあるわ、なんかこう聞きたがる、中学高校とか、そう、だからなんかあれ、ハッシュタグハンド全力のね、映画の撮影とかしてた時もそうだった、あー映っちゃうんじゃねーとか思っちゃったりしちゃうんじゃねー、勝手に開いただけやんけ、いやん、あん、いやん、ちょっと、もう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 本当に言っとくけど、私ね、犬アレルギーなのよ、やめてくれ、やめてって、言っとるたい、はい、言っとるたいた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 い、言っとるたい、テンションがだって、久々の実家で嬉しいっちゃん、よいしょ、みんなね、熊本来てよ、めっちゃいいところなんよ、熊本来たらね、なんか教えたいけど普通にミクたちが行くところやけん遭遇したら気まずいんよね、でもね、どこがいいな、ねえねえお母さん、なんかさ、熊本みんなが来てさ、なんかあんま遭遇しなさそうなところでおすすめなところあるかな、何の、え、なんかね、え、そう、食べ物とかで、ミクたち言うところめっちゃ普通に美味しいけどさ、ほんマジでめっちゃ行くやん、だけんさ、遭遇するやん絶対、そういう気まずいやん絶対お互い、だけんそういうのじゃない、今熊本おるで、だって、そう、なんかないんかな、安いのか何が食べたいかで、あー、まあ何が食べ、飲食店関係、いや、ミーも何でも知っとうけど、でもなんかそのミーはその行くところしか知らんやん自分が、だけんお母さんとかは結構行かないところでも幅広く知っとるから、飲食店関係ね、だよね、何系が食べたいかで、みんな何系が、やっぱ馬刺しとか、熊本にいる人はやっぱ馬刺しとかしてね、熊本来たら馬刺し食べようっていうノリになるじゃん、みんな、私も熊本によって全然違うし、あ、そうなの、うん、え、熊本の馬刺しは全部美味しいじゃん、そんなことない、そんなことないです、あ、そうなんだで、一応馬刺し聞こう、馬刺しはどこが美味しい、馬刺しは潰れたんだよな、私が、あーね、肉系、肉系だって、キンタがこの前なんか来てくれたよってミクちゃんのファンの方がって言ってたけど、あ、本当に、そこは馬刺しが多分500円ぐらいで食べれるんだよ、それは安いの、高いの、普通に1800円ぐらいするけど、え、まあ、1800円とか2400円とか、馬刺しが、はい、美味しいだけで1800円から、馬刺しは1800円か2400円か500円ぐらいです今、え、ね、聞いた、馬刺しがね、今ね、1800円から2500円ぐらいですね、ぐらい、え、待って、え、高くない、そうだよ、パサシ高いよ、え、泣いちゃうんだけど高くない、その中でも二重子というのは
あの馬刺しよりも双子めっちゃ好き。馬刺しと一緒についとうやつやんな。安い、馬刺しよりも安くて。まあでも双子だけで食べるっていうのは結構嫌だ。それでも900いくら。いやでも高いわ。え、400円とか500円とか。500円とか安いのは金太。安いのは金太でも美味しい。味は美味しいよ。美味しい。ホルモン屋さん。ホルモン屋さん。へえ。おっぱいっていうさ焼肉あるよね。あのホルモンがね。ホルモンがな、あ、本当におっぱいっていう名前なのかな。そうだよ。ね、すごいね。てかなんか久々にお母さんと話して嬉しい。ミク、うん、気持ち悪い。焼肉はもう間違いなく金龍。わかる。休みに行くなら金太。休みに行くなら休めに行くなら、あ、休めに行くならお肉系やったら休めに行くなら金太。もつが食べる。もつとかね。で高めやったら銀牛。高めって言ってもまあ普通くらいだけど。えミクにとっては高いわ。まあ、高いけど。銀牛。3人で行って1万。でもさ金太も銀牛もさ、えてか熊本の飲食店どこもさあのさサインとか飾ってくれて、なんか写真とか飾ってなんか。知り合いも思ってね。そうそう、ミクのこと知ってる人が本当に多いんですよ。本当に、いや嬉しいんですよ。やはりドンデュに間違いない。いやドンデュ本当に、ドンデュ、うわミーも行きたかった。そうマジで今日5時に起きてさ朝の、そうずっと頑張ってたけどさ、いいな。でも夜やってないもんね。銀デュ、銀デュじゃない、ドンデュ。本流は12時から2時半ぐらいだよね。だよね、やってないんだよ。だからめっちゃ行列なのよねいつも本当に、うん。あとはそこでしょ、あのミーのさグッズがいっぱい。 あと北遊、北遊か。白川っていうとこも美味しいです。お母さんに後で言いたいことある。何怖い。お寿司はね、ミクは、みーちゃんは宮古寿司が、もう一つ言えない、言えない。でも宮古寿司美味しいけどさ、なんか今高いしさ、ないじゃんね、あのみーの好きなね、その宮古寿司やったら好きの寿司があの、なんや、のどぐろとカワハギなんですけど、今ないよねカワハギ。いや、あんま予約も取れんやん、あんま。予約取れる。ん？ガラガラよ。めっちゃ変顔しちゃった。でもなんか、そう、でもな、あんまね、でもない時多くない？前なかったやん、カワハギ。でもね、やっぱ熊本で一番人気はそこや。ああ、まあね。でも、でも、うちは結構好きよ。パパ、髪切った？大阪に行きたいに、大阪のなんかこう、TikTok とか見てたら食べ歩きとか美味しそうな。あ、私も流れてくる。あのね、よくね、おすすめの TikTok でよくおすすめのね、なんかご飯屋さんとか流れてくるんだけど、大阪ね結構いいんですよ。か、広島に行きたいですね。牡蠣、広島牡蠣、牡蠣、え、牡蠣だったら福岡じゃない？広島お好み焼きとかでしょ。牡蠣なんでもある。広島、広島お好み焼き、牡蠣、広島仁義なき戦い、ごめん、なんか面白くなくて。両親と配信してるんや。だってミーがね普通に好きで喋っちゃうの。パパ喋ったらバーになる。え、でも多分ね、パパって分かったら喋っても大丈夫やけん。私の声が男の声に聞こえるから多分大丈夫よ、うん、声低いから。そう、パパです、今から喋るのは、配信の方。そう、え、だってさ、夏みかんさんもお父さんと一緒に配信してた、うん、めちゃめちゃ HKT の時代の時。でもパパはなんかシャイだもんね、パパ可愛い。あれ、体が映ったからじゃないかな、パパの、うん、映ったっけ、パパ映った。嘘、一瞬。ドジッコちゃん、ドジッコちゃんだね。うん、パパリンさん、お久しぶりな気が、だって。あ、かわいい、笑ってる。え、待って待って、めっちゃ似てるんだけど、顔、怖パパとママの顔がね、こうやってね、あってね、ミーのね、顔こうやって見たらね、どっちも撮っとった。え、すごい。え、やっぱさ、親からしたらさ、似てますねって言われるの嬉しいもんだよね。昔はね。今は？
もうえやっぱさほらお母さんに似てますねとかお父さんに似てますねとかやっぱ似てるって言われたら嬉しいよね。もうねなんでこうなった、なんで今こうなってる、わかんない、わかんない、なんで今こうなってんの、ね、警察系の訓練してた、警察系の訓練、あ警察系に なるんだそうか、いいぞいいぞ、これ噛みつけ噛みつけ、私不審者だと思われてる、うん、警察犬ね、警察犬になるんだ、お、いや頑張れ警察犬になって頑張れ、頑張れ警察犬目指してね、うん、頑張れ、黒いからね、うん、すごいよ、いいよ、服噛んでるよ、服噛んでるよ、いいよ、ああやばい、この子はいい警察犬になりそうだ、お、訓練してる、訓練している、頼もしい頼もしいうん、そろそろブチ切れていいかな。逃げた。待ってきた。もう。逃げた。もう追いやられちゃう。見て、のんちゃんも暴れ、来て、のんのんのん、おいでおいで、うわーのん、これが嫌いなのよ、え、なにそれ、あ、これね、みーちゃん知ってる、吹いていい、のん、のん、よ、呼んでからのん、おいで、のん、おいで、あ、みーちゃん怖いかな、のん、おいで、いくよ、のん、あれ噛むんだよ、噛むんだよ、噛む、いや、ヒュ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 って流してる、のん、くるくるくる、のんちゃんおいで、のんおいで、のんちゃん行くよ、のんのんちゃんビビってでしょ、ビビっとる、遊ぼう一緒に、おいでのんのんちゃん、おいでのんちゃん、かわいいのんちゃん、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 みーちゃんよいしょ、やばい、ドンキホーテで買った靴下見えちゃう、はい、ありがとう、口紅ついちゃった、じゃあのんちゃんに教わりたらこれからそれちょうだい、そろ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 終わらなきゃいけないって、ずっとしてたい、いつかさ、24時間生配信で家族配信やらん、寝るんで買ってどうぞ、あ、はーい、じゃあということで、じゃあそろそろ行くということでランキング読ませていただきます、久々にみんなと話して楽しかったです、はい、じゃあね、壇上からね、13位から読ませて、ドアの坊さん、ミクテアンさん、ジージリモンさん、プトラビラレガワさん、ニコインさん、ナリナマさん、ハゲてへんわさん、カズさん、コウセキさん、ノーノーノーさん、赤髪の DJ ナオッチョさん、タツカズさん、イマチさん、ありがとう、田中家大好きすぎる、嬉しい、ミグも田中家が大好きなみんなが大好き、もうやめて、バイバーイ。